はいどうもこんにちは、こんばんは、しばです。今回は PS4 やスイッチのゲームを 1080p60fps という高画質で YouTube 生配信する時の OBS 設定方法を解説します。 OBS を使って YouTube で PS4 やスイッチのゲームを生配信したいけど設定方法がわからないと悩んでいる人もいるのではないでしょうか。ちなみにこのチャンネルとは別でしばチャンネルというゲーム実況チャンネルを運営していますが、 PS4 のゲームを生配信する時は OBS を使用しており 1080p60fps という高画質で配信することができています。特に重要な設定としてエンコーダを X264 に設定すると CPU に負荷がかかりやすいのですが、高画質で配信できるメリットがあるので非常におすすめです。なので今回は実際の経験をもとにエンコーダを X264 に選んで YouTube 生配信する時の OBS 設定方法について解説していきます。ちなみに初めて YouTube で生配信する人や初めて OBS を設定する人でも分かりやすいように YouTube で生配信する手順や OBS に PS4 や Switch のゲームの画面を映す方法など細かいところまで解説しています。概要欄に動画の目次を記載しておくので、あなたが知りたい情報に応じて目次を活用してみてください。まず最初に事前確認をしておきますが、 YouTube で生配信をしたいのであれば YouTube チャンネルの作成とアカウントの確認は終わっていますか？特にアカウントの確認が終わっていない場合は、今すぐにアカウントの確認を行ったとしても最大24時間は待たないと生配信を利用できなくなっているので注意が必要です。私自身初めて OBS を使って生配信の準備をするときにアカウントの確認まで行っていなかった経験があり、今日生配信をすることができないのとがっかりしてしまった経験があるので、あなたも注意してください。 YouTube チャンネルの作成方法とアカウントの確認のやり方に関してはブログの方で解説しているので、概要欄のリンクから確認してみてください。動画化も予定しているので、動画を投稿した場合は動画リンクも貼っておきます。アカウントの確認まで終わっている場合は YouTube 側の生配信の設定を行います。やり方を知っているという人は目次の実際のゲーミング PC のスペックとネット回線速度から確認してください。 YouTube にログインしたら右上のアイコン画像をクリックして YouTube スタジオをクリックします。 YouTube スタジオのダッシュボード画面に移動するので、画面右上にあるライブ配信を開始のボタンをクリックします。このような画面に移動しますが、ウェブカメラではなくエンコーダ配信をクリックします。するとこのような画面が表示されますが、上から順番にタイトル、公開状況、説明、配信ジャンル、スケジュール設定、サムネイル、まあ子供向けかそうではないか、あとは年齢制限というように設定ができるようになっているので、これらを設定していきましょう。今回はテスト配信のために生放送を行うので、タイトルにはテスト配信、公開状況は非公開、説明のところにはテスト配信、配信ジャンルはゲーム、ゲームのタイトルは空欄で OK です。本格的に配信するならゲームのタイトルも入れましょう。スケジュール設定はオフに設定、カスタムサムネイルはそのまま何もせず、子供向けかそうでないかはいいえ、年齢制限に関してもいいえを選択し、エンコーダ配信を作成をクリックします。このようにライブ配信の管理画面が表示されますが、ここではコメント欄や同時視聴者数、高評価数、実際の配信画面、その他細かい設定を確認変更することができます。この画面が表示されたら、まずはライブ配信の遅延の設定を行います。画面左下を見てもらうとライブ配信の遅延というところがありまして、通常の遅延、低遅延、超低遅延という3つの設定があります。それぞれちょっと解説していきますと、通常の遅延は約20秒くらいの遅延が発生するので、視聴者さんとリアルタイムでやり取りする場合は不向きの設定ですが、コメントなどのやり取りを全く行わないのであればおすすめの設定です。あと視聴者側のバッファ量が最小限に抑えられるので、配信が止まってしまうことが少なく、全ての解像度とライブ機能がサポートされております。低スペックの PC で配信するなら非常におすすめです。次に一つ飛んで超低遅延についてですが、約3秒くらいの少ない遅延となっているので、リアルタイムで視聴者さんとやり取りすることができる設定となっています。ただ視聴者側のバッファ量が増加する可能性が高くなり、配信が一時的に止まってしまう場合もあるので注意が必要です。あとこの設定では 1440p と 4K の解像度はサポートされていませんし、 DVR という巻き戻して再生できる機能や字幕といった機能も使用できなくなっています。あと高スペックの PC や
高速なネット回線がないと厳しいので注意しましょう。次に低遅延についてですが、約7秒くらいの遅延が発生しますが、ほぼリアルタイムで視聴者さんとやり取りすることができ、視聴者側のバッファ量も低く抑えることができるので、他の2つのオプションの間を取ったバランスの良い設定となっています。この設定では 4K の解像度はサポートされていませんが、ゲーム実況を行う際に 4K もの画質は必要ないので気にしなくていいでしょう。個人的には低遅延に設定するのがおすすめです。ここまで来たら YouTube 側のライブ配信の設定はひとまず OK です。 OBS 側の設定を行うときに少し触るところがあるので、 YouTube 側のライブ配信画面は閉じることなくそのままにしておいてください。次に OBS 側の生配信設定方法を解説していきますが、高画質で YouTube 生配信ができるといっても、あなたが使用している PC のスペックやネット回線によっては無理な場合もあるので注意が必要です。私が実際に使用しているゲーミング PC のスペックとネット回線速度をお伝えしますと、このようになっています。 PC スペックに関しては CPU、GPU、メモリの3つに注目してほしいのですが、自分のゲーミング PC と似たようなスペックの PC をお持ちの場合は、これから解説する設定方法と同じように設定してもらって構いません。あとネット回線速度については、概要欄に記載しているネット回線速度を調べられるサイトで簡単に測定できるので、実際に回線速度を測ってみてください。ちなみに自分のゲーミング PC よりも低スペックの PC を使用していたり、ネット回線が遅い場合は設定を下げる必要があるかもしれないので注意が必要です。どの部分の設定を下げればいいのかも解説しますので、一つ一つ設定方法を確認していってください。まずは OBS に PS4 やスイッチのゲーム画面を表示させることができていない初心者さんもいるかもしれないので、 OBS にゲーム画面を映す設定を行います。すでに表示させることができている場合は、目次の YouTube に接続するための設定から作業を行ってください。まずは OBS 側の設定を行う前に、キャプチャーボードと PS4 の設定を行います。キャプチャーボードから解説していきますが、そもそもキャプチャーボードって何となってしまう方もいるのではないでしょうか。簡単に解説すると、キャプチャーボードとは PS4 や Switch 等の家庭用ゲーム機の画面を PC に認識させて映すことができる機材となっています。PS4 や Switch から HDMI を直接 PC のモニターとかにさせばいいんじゃないのっていう風に思う人もいるかもしれませんが、ただゲームをプレイしたいだけならこのやり方で OK です。しかしこの状態ではモニターにゲーム画面を映すことはできても、 PC にゲームの映像や音声を認識させることができていないので、 OBS にゲーム画面を映すことができず配信をすることができません。 PS4 や Switch のゲームを OBS で配信したいのであれば、ゲーム画面や音声を PC に認識させるためにもキャプチャーボードの使用は必須なので注意しましょう。ちなみに自分の場合は GC550 というキャプチャーボードを使っています。ただこのシリーズはGC550 プラスという商品が最近は主流になってきていますね。しかしこれを使う場合はドライバーとキャプチャーソフトをインストールしないと OBS にゲーム画面が映らないので注意が必要です。同じものを購入した人やすでに持っている人は、概要欄に GC550 プラスのドライバーインストール方法を解説した動画リンクを記載しておくので確認してみてください。これ以外のキャプチャーボードを使用している方は、他の人の動画やブログでキャプチャーボードの設定方法を自分で確認するか自力で設定してください。次に PS4 の設定についてですが、 HDCP というコピーガードの無効化を行わないとキャプチャーボードを使用しても OBS にゲーム画面を映すことができないので注意してください。ちなみにスイッチには HDCP というコピーガードはないので設定しなくて大丈夫です。概要欄に記載している動画リンクから PS4 の HDCP というコピーガードの無効化のやり方を確認することができるので、設定していない方は参考にしながら設定してみてください。あと必須の設定ではありませんが、 PS4 の高画質設定や遅延が少なくなる設定、処理速度が向上する設定をまとめた動画も投稿しております。もっと PS4 の画質を上げたいという人や、 FPS ゲームなどの動きが速いゲームをやる人、なんか PS4 の動作が重い、処理落ちするといった症状に悩まされている人は、概要欄に記載している動画をチェックしてみてください。キャプチャーボードと PS4 の設定が終わったら、 OBS 側の設定を行います。まずは OBS を起動してください。さらに PS4 やスイッチの電源を入れてゲームを起動させておいてください。 OBS を起動できたら、画面左下のシーンの欄にあるプラスをクリックします。
するとシーンの名前を入力できる画面が出てくるので、ゲーム名などの分かりやすい名前を入力してください。ちなみに今回は PS4 のゲームを表示させるので、 PS4 ゲーム画面と入力します。入力できたら OK をクリックしましょう。するとこのような画面になりますので、次にその隣のソースの欄にあるプラスをクリックします。するとこのように様々な要素が出てきますが、その中にある映像キャプチャーデバイスをクリックします。ソースを作成選択と出てくるので、分かりやすい名前を入力した後 OK をクリックします。今回は初期設定のまま設定を行います。するとプロパティの画面が表示されるので、デバイスの欄が使用しているキャプチャーボードであることを確認します。自分の場合は GC550 を使用しているので、アバメリア GC550 ビデオキャプチャーとなっています。次に解像度 FPS タイプの設定をしますが、ここはカスタムに設定します。次に解像度は 1920×1080 に設定します。次に FPS は出力 FPS に合わせるを選択します。状況によってはこの選択を間違えてしまうとゲーム画面が映らない場合がありますので注意しましょう。あと他のシーンのソースの欄に映像キャプチャーデバイスが存在しているとゲーム画面が映らない場合もあるので、ゲーム画面が映らないときは他のシーンのソースを確認して映像キャプチャーデバイスを削除してください。設定できたら OK をクリックします。このようにゲーム画面を表示させることができましたが、初期設定ではゲーム音が自分に聞こえない設定になっています。このまま配信してもゲーム音はちゃんと入っていますが、自分にゲーム音が聞こえないのはさすがに撮影しづらいと思うので、ゲーム音が自分にも聞こえるような設定を行います。音声ミキサーの欄に映像キャプチャーデバイスもしくはソースで設定した名前があるので、歯車マークをクリックしてオーディオの詳細プロパティをクリックします。するとこのような画面が表示されるので、映像キャプチャーデバイスの音声モニタリングをモニターのみ出力はミュートを選択してください。設定するとこのようにゲーム音が聞こえるようになります。設定できたら閉じるをクリックしましょう。これでゲーム音を聞きながらプレイすることが可能です。 OBS に PS4 や Switch のゲーム画面を表示させることができたら、 YouTube に接続するための設定を行います。画面右下にある設定をクリックしてください。このような画面が表示されますが、画面左の欄にある配信をクリックしてください。そしてサービスの欄が初期設定では Twitch になっているので、ここをクリックして YouTube ゲーミングに変更します。するとサーバーという欄が出てくるので、プライマリー YouTube インゲストサーバーになっていることを確認してください。次にその下にあるストリームキーの設定を行います。ストリームキーは YouTube 側のライブ配信画面のこの部分に表示されているので、コピーをクリックしてコピーしましょう。ストリームキーをコピーしたら、先ほどの OBS 設定画面のストリームキーの欄に貼り付けます。念のため表示をクリックしてから、文字列が YouTube 側のストリームキーと同じかチェックし、 OK なら適用をクリックします。次は出力の設定を行います。画面左の欄の出力をクリックし、画面一番上にある出力モードを詳細に変更します。配信のタブであることを確認し、音声トラックの1にチェックがついていることを確認します。確認できたらその上にある音声タブをクリックします。このような画面が表示されるので、トラック1の音声ビットレートを128に設定します。ちなみに音声ビットレートは128が一般的と言われており、これよりも低くしたり高くしたりするとマイクの音声がロボ声みたいな変な感じになることがあったので、自分はこの設定にしております。音声ビットレートの設定が終わったら、配信のタブをクリックして先ほどの画面に戻りましょう。次にエンコーダーを設定しますが、 X264 を選択します。 CPU に負荷がかかりやすくなりますが、高画質で録画できるのでおすすめです。そしてその下にある配信サービスのエンコーダー設定を適用するのチェックを外します。次に出力をリスケールするのチェックを外します。次にレート制御は CBR を選択します。そうすることで安定したビットレートになり、配信がかくついたりすることもなく安定しやすいです。他にもいろいろと選択する
することができますが、様々なところから情報を調べてみたり、実際に設定して録画してみましたが、映像がおかしくなることがあったので、ここは CBR 一択でいきましょう。次にビットレートを設定していきますが、ちょっと難しい話になるので注意してください。できる限り分かりやすく解説するので、しっかりと確認していきましょう。まずビットレートを決める条件として、自分のネット回線の上り速度を超えないこと、配信サイトのビットレート上限を超えないこと、突発的な上昇に備え約 25% ほど下げて設定すること、この3つに注意して設定していきます。まずはじめに自分のネット回線の上り速度、別の言い方としてアップロード速度を調べていきますが、概要欄に自分の回線速度を調べることができるサイトのリンクを貼っているので確認してみてください。自分の場合、上りのアップロード速度は 20.39Mbps、 つまり 23090kbps となっていました。次に配信サイトのビットレート上限についてですが、 YouTube で 1080p60fps で配信する場合、動画ビットレートの範囲としては 4500 から 9000kbps が推奨値と決められています。この情報は YouTube ヘルプのライブエンコーダーの設定、ビットレート、解像度というページにて解説されているので、気になる方は概要欄のリンクから確認してみてください。ビットレートは上げれば上げるほど画質が高くなりますが、上限を超えてしまうと送るデータ量が多すぎて処理しきれず配信がカクついてしまう原因になるので、その範囲内で設定しましょう。私の場合は YouTube で 1080p60fps で配信したいので、最大で 9000kbps が上限ということが分かりました。最後に突発的な上昇に備え約 25% ほど下げて設定するということですが、使用する時間帯によって上りのアップロード速度が突発的に上昇することがあるので、配信時の余裕を持って実測のアップロード速度より約 25% 低く設定します。自分の場合、実測の上りのアップロード速度は 20.39Mbps、 つまり 23090kbps だったので、約 25% 低くすると 15292kbps まで OK ということになります。しかし YouTube で 1080p60fps で配信する場合は最大で 9000kbps までなので、 OBS のビットレートには 9000 と入力します。これでビットレートの説明は以上です。次にその下の特定バッファサイズを使用のチェックを外してください。次にキーフレーム間隔ですが、2秒で設定します。こちらは配信プラットフォームがキーフレーム間隔を指定しており、 YouTube の場合は2秒と指定されています。この情報も YouTube ヘルプのライブエンコーダーの設定、ビットレート、解像度というページにて解説されているので、気になる方は概要欄のリンクから確認してみてください。次に CPU 仕様のプリセットはファスターを設定します。ちなみにベリーファーストやスーパーファーストというように、上に行くほど CPU 使用率は低くなるので、テスト配信を行った時に CPU が 70% を超えて動画もカクつくのであれば、一つ上のプリセットを選択します。スーパーファーストからファーストの間ならば、そんなに画質に関して影響がないので、 CPU の状況を確認しながら設定してみてください。テスト配信の方法や CPU の確認方法は後で説明するので、ひとまずファスターに設定しておき、後で変更するかもと覚えておいてください。次にここは一気に行きますが、プロファイルはなし、チューンはなし、X264 オプションは空欄で OK です。すべて設定できたら適用をクリックしましょう。次に音声の設定を行います。設定画面の左側にある音声をクリックしてください。その後、一般の欄にあるサンプリングレートを 44.1kHz に設定し、チャンネルをステレオに設定します。次にデバイスの欄のデスクトップ音声を規定に設定したら適用をクリックします。音声の設定は以上です。次に映像の設定を行いますが、画面左の欄にある映像をクリックしてください。ここでは解像度とフレームレートを設定していきます。まず最初に基本キャンバス解像度を録画したいゲームに合わせて設定します。PS4 やスイッチは 1920×1080 のはずなので、 1920×1080 に設定します。次に出力スケーリング解像度を設定しますが、先ほどの出力のビットレートの欄で設定した値をもとに出力解像度を決定します。ただ高い解像度を低いビットレートで配信してしまうと、逆に画質が落ちてしまうので注意が必要です。出力で設定したビットレートごとの解像度の目安としてはこのようになります。
自分の場合ビットレートには9000と設定したので 1920×1080 と設定します。あとこの後に FPS を選択するところがあるのでその時は60を選択します。続いて縮小フィルターを設定しますが、ランチョス先鋭化スケーリング36のサンプルに設定します。続いて FPS の設定ですが、 FPS 共通値を選択し60と設定します。設定できたら OK を押しましょう。ここまで来たらひとまず配信設定は完了です。ちなみにこれまで設定画面で設定してきた内容はプロファイルを変更すると設定内容も変化します。プロファイルはそれぞれに名前を付けることができ、複数作成することができるので、今回の PS4 スイッチ用の配信設定はもちろん、録画するときの設定や PC ゲーム用の設定など使い分けることが可能なので覚えておくといいでしょう。ちなみに生配信するときはマイクを使用したい人もいるのではないでしょうか。概要欄に自分が実際に行っているマイクを使用するときの OBS 設定方法を解説した動画リンクを貼っているので、マイクを使いたい人は概要欄の動画リンクから確認してマイク設定を行ってください。それでは OBS の配信設定が終わったので YouTube でテスト配信を行いましょう。ただその前にテスト配信中の CPU 使用率を確認するためにタスクマネージャーを表示させましょう。 Windows 10の場合、コントロールプラスアルトプラスデリートの3つのキーを同時押しすると Windows のセキュリティのダイアログが表示されるのでタスクマネージャーをクリックします。もしくは画面下のこの黒い部分を右クリックすることでもタスクマネージャーを選択することが可能です。するとタスクマネージャーを表示することができるので、プロセスのタブをクリックするとこのように表示されます。 CPU が 70% を超えてしまうと配信画面がカクついたり音声がおかしくなってしまうので、テスト配信時は数値が 70% 以上にならないように確認していきます。それではここからテスト配信のやり方を解説していきます。まずは OBS の画面の右下にある配信開始をクリックします。しばらくすると YouTube 側の配信管理画面の右上のライブ配信を開始が灰色から青色に変化します。はい、このように灰色から青色に変化しました。いくら待ってもライブ配信を開始が灰色のままの場合は YouTube 側のストリームキーと OBS に設定したストリームキーが違う可能性があります。その時は動画目次の YouTube に接続するための設定を確認して再設定してください。青色に変化したらライブ配信を開始をクリックして生配信をスタートしましょう。生配信スタート後はこのような画面になります。生配信が始まったらまず最初に CPU の確認を行います。ゲームを操作しながらタスクマネージャーの CPU を確認しましょう。基本的に何も動かさないと数値は低くなり、ゲームのキャラクターを操作して画面を動かすと数値が高まるので、実際に戦闘を行うなどキャラを動かしながら CPU が 70% を超えないかチェックしていきます。もしも 70% を超えてしまうと配信画面がガクついたり音声がおかしくなるので注意しましょう。ちなみに PC で別のページを開いてテスト配信画面を見るとPC に負荷がかかってしまうので、スマホやタブレットなど外部機器で YouTube を開きテスト配信を確認するのがおすすめです。それでは実際にキャラクターを動かしながら CPU を確認していきますが、このように動かしてみると CPU がやっぱ上がります。だいたい 60% ぐらいになるんですかね。ただ今はバンディガムっていう録画ソフトも一緒に使ってるんで CPU が高くなりがちですが、バンディガムの CPU の分を引いてもらえれば全然 70% 以内には収まっているんで問題ありません。はい、実際に敵と戦っている最中の CPU を確認しますと 70% を超えてしまっています。ただバンディカムっていうね録画ソフトを使用してますんで、その分を引いてもらえれば 70% 以内には収まっているのでこの設定で問題ありません。もしも CPU が 70% を超えてしまった場合は、低くする方法として CPU 仕様のプリセットをファスターからスーパーファーストにする、ビットレートを下げる、720p60fps にする、エンコーダを NVIDIA Nvence H264-new に設定するといった方法があります。ひとまず OBS の配信終了をクリックして設定をクリックし、設定内容を見直しましょう。ちなみに配信終了をしてから設定しないと設定内容が反映されないので注意してください。あと YouTube 側のライブ配信は終了せずにそのままにしててください。まず画面左側の欄の出力をクリックし、配信タブである
ることを確認します。まず最初に設定を変更するなら CPU 仕様のプリセットを変更します。現時点ではファスターを選択していますが、スーパーファーストからファーストの間ならばそんなに画質に影響がないので、その上のベリーファーストを選択し OK をクリックします。再び配信開始をクリックしてゲーム画面を動かしてタスクマネージャーで CPU の確認を行ってください。これでも 70% を超えてしまうのなら CPU 仕様のプリセットをさらに1つ上のスーパーファーストに変更してください。これでも 70% を超えてしまうのなら次はビットレートを 9000kbps から少しずつ下げていきます。ちなみに YouTube で 1080p60fps で配信する場合、動画ビットレートの範囲としては4500から 9000kbps が推奨値と決められています。ただ高い解像度を低いビットレートで配信すると逆に画質が落ちてしまうので、この目安を参考に500とか1000ずつ徐々に下げていって確認していってください。もしも 6000kbps より下がってしまう場合は 1080p60fps で配信することは諦めて 720p60fps に画質を設定します。映像をクリックし、出力スケーリング解像度を1280×720 に変更しましょう。このように一つ一つの設定を下げながら CPU が 70% 以下になるように調整してください。ちなみにエンコーダーを X264 ではなく NVIDIA NVENCE H264-NU に設定するとグラフィックボードでエンコードするので、エンコーダーに X264 を設定するよりも CPU にかかる負荷が少なくなります。ただグラフィックボードが搭載されていない PC を使っている場合は選択できないので注意が必要です。しかし X264 だと 720p60fps までしか配信できない状況でも NVIDIA NVENCE H264-NU なら 1080p60fps という高画質で配信できる可能性が高いので、こちらの設定を行うのもおすすめです。ちなみに概要欄にエンコーダーを NVIDIA NVENCE H264-NU に設定した場合の 1080p60fps の高画質で配信する方法を解説した動画リンクを記載しています。 PC ゲームを生配信するときにおすすめの方法として紹介していますが、設定方法の部分だけ見てもらえれば十分理解できると思うのでチェックしてみてください。次に CPU が 70% 以下になるように設定できて実際の配信画面を確認してもカクついていないのであれば、ゲーム音量の調整を行ってください。さらにマイク音声も入れている場合はマイクの音量調整も行ってください。設定して確認することができたら、これで OBS で PS4 や Switch のゲームを高画質で配信する設定方法は以上になります。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法やこれからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動をしているからこそ分かる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、自分はこのチャンネルとは別にひぱチャンネルというゲーム実況チャンネルを運営していますので、概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。